キックオフです。さあ注目の立ち上がり、ヴィッセル、まずは攻め込んでいこうというところ。スライディング、ワンツー、いいですよ。先制のチャンス、ヘッド、綺麗なワンツー、ヘッド、出した、これしかないっていうコースですね、はい、津波さん、最初の1本を決めるというのは大きいんですよね。そうですね、どちらにとっても重要なことですね。アントラーズ、精神的にはどうなんでしょう。まだ取り返そうという意識は感じますね。ここは戻します。
本田走った逆転のチャンスヘッドだ取れないヘディング ここから組み立てていくホイッスルはありません奈良橋ゴールラインを割りましたゴールキックですレフェリーが時計を見ています長谷部これは突破できませんハソッチュそこから長谷部笛が鳴りましたオフサイドですね アントラーズ自分のペースにしたい裏を狙ったマジーニョこれは突破できませんハソッチビスマルク綺麗なワンツーそしてヘッドさあロスタイムこれは突破できません長谷部ハソッチュスペースを探しているハソッチュ早く出したい柳沢裏を狙いますああいいですね阿部ヘッドここは戻してアントラー試合運びに注目しましょう浮かせたああ惜しいかろうじてクリアヘッドだですさあ注目の立ち上がりアントラーズゆっくり攻めていきますきれいなワンツー見せてくれます鉄壁のディフェンス長谷部キムドフンスライディング積極的に奪いに行った阿部走ったこれは突破できませんビスマルク滑り込む主審のハインツ・ミューラーさんファウルを取りました阿部そこから長島ちょっと合わせたシュートパンチングトラップ柳沢開始から1分アントラーズどうですかちょっとペース落ちてますねそうですか逆転のチャンスシュートゴールラインを割りましたこれはゴールキック アントラーズ自分のペースにしたいこれは突破できませんここは戻します強引に行った反則ですヴィッセルフリーキック回してここから組み立てていくこれはマジーニョオフ
サイドですね。津波さん、今の展開どうですか。うまくオフサイドトラップを仕掛けてますね。ヘッド、柳沢走った。今のダイレクトのパスでもつなぎ綺麗でしたね。ここは戻します。オフサイドがありました。アントラーズどう崩していくのか。スライディング、長島スペースを探す。しっかりマーク、コースを塞ぐ。ビスマルク、奈良橋うまくトラップ。3分経過。阿部、これは突破できません。布部つないで、チェソンヨン、なんとノーホイッスル。これはラインを割っています。ヴィッセル、スローイン、ヘッド、ワンツー、うまいですね。上げるか、ヘッドだ、決まった。アントラーズひっくり返した。柳沢、風を切り裂くヘディング、赤い嵐が吹き荒れます。それでは得点シーンをご覧いただきましょう。いやー、見せてくれますね。長谷部、これは阿部、ワンツー、スライディング、これは突破できません。ヘッド、ボレーシュート、追加点。マジーニ、決めたのはやはりこの男、サポーター。さあ今のプレイ、いやー見せてくれますね。残り1分を切っています。積極的に奪いに行った。ここから組み立てていく。追加点のチャンス、放り込んだ、あー惜しい、ヘディング、見せてくれます。鉄壁のディフェンス、滑り込む。阿部、裏を狙った、いいと思いますよ。長谷部、もう時間がありません。どうだ、マジーニ、ここはシュートミスでした。これはゴールキック。ロスタイム、アントラーズとしてはここでダメ押しの1点が欲しいところですね。ヘッド、パソッチ、ビスマルク、これはチャンスになる。見せています。ヴィッセル、大事に行きたい。あとシュート、ポストに当たった。すごいシュートでしたね。速さよりもね、正確さが欲しい場面でしたね。そうですね。スペースを探す。これは突破できません。強引に行った。ここでホイッスル、試合終了です。アントラー